目かゆ。うわーう。すいません、目をかきました。いや、目薬買わなきゃいけないなーとはずっと思ってんだけど、なんかいつまで経っても目薬を買えずにいる。おすすめの目薬ってないか。染みないやつがいいです。染みないやつがいいです。目薬するならサーサーしないやつがいいです。目薬はアイストレッチ？ちょっと待って、アマゾン開くわ。アマゾン開くわ。あったあった。もうなんか目玉のなんか理科とかに出てきそうな目玉の絵が描かれてるやつね。水晶体とかなんかああいうやつ描かれてるやつね。これかアイストレッチ効きそう。確かにこれ効きそうだわ。こういう絵のやつは。私はさ、なんかピンクのひし形みたいな目薬使ってたんだよ昔は。目薬出てくるかな。 C キューブじゃない。私が使ってた目薬は Amazon では出てこないかも。でも普通に売ってんのね、 Amazon にも目薬いっぱい出てきたわ。いっぱいあるとわからないんですね。いっぱいあるとわからないんですね。どれがいいか。あ、これか？ロートリセ。私、使ってたのロートリセかもしれない。もしかしたら。全然染みないやつが使いたくてさ。目に全然使わない、じゃあ染みないやつが良くて。サーサーするとさ、サーサーするとさ、なんか、サーサーするじゃん。サーサーするとさ、いやってなるじゃん。なんかそれが苦手でさ、サーサーするコンタクト、違う目薬の。だからできるだけサーサーしないやつが良くて。あんま刺激物得意じゃないんだよ。リップもそうだしさ。なんか飴とかもそうなんだけど、炭酸もそうなんだけどさ、刺激物が得意じゃないんだな、そもそも。え、サーサーわかんない？サーサー、え、サーサーする感じわかんない？サーサーするじゃん。え、サーサー、サーサーって通じない？え、サーサーって通じない？サーサーは方言やん。え、サーサーって言わない？え？なんかさ、薬用リップとかさ、サーサーするじゃん。え？スス？え、サーサー通じない？私が生まれた時からずっとサーサーなんだけど。え？そうなの？じゃあみんなで言うスースーのことだと思う。サーサーするじゃん。サーサーするじゃんよ。そうなの？そう、ミント感のこと。あ、スーじゃなくて、なんか、サーって感じだよ。みんなと分かり合えない。スースーとサーサーでこんなバトルが起きると思わんかった。いや、スースーじゃないんだよ。サーサーなんだよ。いや、スースーするも言うよ、私。けど、サーサーの方が正しい。どっちかと言ったら。え、なんでよ、スースーなの？サーサーじゃん。ちょっとショック。ちょっとショック受けてた。え、みんなと、感性が違う。そうなんだ。自分がどう感じるかよ。正解なんてないわ。擬音は、擬音は自分がどう思うかが一番よ。擬音って自分がどう感じるかを一番に伝えることだからね。自分はサーサーするって思ってるから。CM とかでミント系の飴舐めるとスーッとっていう表現が多かったからな、スースーは。それは作られた表現だから、自分の感じるままに使ってみなよ、擬音を。いいの？そんなに操られた表現して。
決まった表現なんてない。自分が思うまま擬音を使いなさいよ。そういうことだよ。自分がどう思うかだから。だってテレビではこういう表現されるけど自分は違うなーみたいなこともあるでしょ。そういうことだよ。つまりそういうことです。はい、わかりましたか。くそー、みんなはサーサーするって言わないのか。ショッキング。最後に目薬使ったの多分5年ぐらい、もう5年以上前じゃないかな。もうなんか目薬使う習慣がなくて、もう目薬を使ってた記憶がなくて、アマゾンで買っちゃう？あ、ワンチャンありだな。ワンチャンだな、それは。でもさ、アマゾンで目薬見るとさ、種類多すぎてさ、逆にわからなくなる。サーサーしないやつがいいんだよね。サーサー。サーサーしないやつがいいんだよ。あるかな？もう本当になんか、ウルオースだけのやつがいい。うるさいな！もうサーサーなの！私はサーサーなの！おぉ！くそ。何がスースーだ。サーサーだよ、サーサー。サーサーすんの！メガネ、サーサーすんの！何がスースーだ。もう私はサーサーなんだ。リスナー増えたら多分あのサーサーが分かってくれる人一人くらいはいると思うよ。今日サーサーの話を聞いた人はこれから先もうん、サーサーだねって分かってね。あ、サーサーの話ねって。また話した時にえ、スースーだよとは言わないで、あのスースーだよって言っている人は初見の人だけね。ダメだよ。今聞いた人はもうサーサーのことを受け入れなきゃいけないから。受け入れなきゃいけないから。次は、サーサーって何って言っていいのは、そのサーサーの話を初めて聞く人だけね。